ホラーまさみです。今回は視聴者様のリクエストでポトフを作りたいと思います。よくあるポトフはベーコンの塊やソーセージですよね。それを入れて作りますけど、今回僕が作るのは骨付きの鶏もも肉ですね。これをぶつ切りにしたものを使って肉にじっくり火を通しつつ、野菜にもちょうどいい感じに火を通して美味しくなるポトフを紹介したいと思います。まあいつものことなんですけど、僕の場合はそういう顆粒のだしとかそういうものは一切使わないで美味しい料理を作ることを提案していますので、最後まで見ていただければそういった料理を作るコツもわかると思いますので、ぜひ最後まで見てください。では調理スタート。はい、では主な材料の紹介です。長ネギ1本、これできればポワローというネギですね、太めのやつがあるんですけど、それがおすすめです。あと下仁田ネギなんかもとても合うので、できればそういうものがあればそっちを使ってください。あとキャベツ、玉ねぎ、人参、人参は皮付きを使います。じゃがいも、メークインですね。男爵を使う場合はカットしてから30分ほど水につけてから使うようにしてください。メークインは煮崩れしにくいので、今回この料理にはこちらを使います。まあ、基本煮込み料理にはメークインを使った方が煮崩れしにくいのでおすすめします。それと臭み抜きのローリエ、タイム、パセリの軸ですね。香り付けの意味もあります。これは必ず入れるようにしてください。もしこういうものは用意できないようでしたら、こういった全部入ったもの、エルブドプロバンス、こういったものがあるので、これは結構使い回しが効くので、こういうものでもいいです。それと骨付きの鶏もも肉ですね、ぶつ切りです。あと塩で、この鶏肉なんですけど、ポイントは必ず骨付きを使うのがポイントです。骨から旨味、味が出るので、これが味のベースになります。なので必ず骨付きを使うようにしてください。ここで一つ問題を出します。ハーブ類を鍋に入れる際、タコ糸で縛ったりひとまとめにする理由わかりますか？ちょっと考えてみてください。答えは2つあります。1、バラバラのままで鍋に入れるとアクなどをすくうときに邪魔になるからです。もう一つは、ひとまとめにしておけば料理が出来上がった際にすぐに取り出せるからです。ニンニクは皮をむいて使います。透き通ったスープを作るので、こういったちょっとニンニク傷んでいるところとかがあると濁る原因になるので、こういったところを取り除いて使います。人参はきれいに洗って皮付きのまま使います。玉ねぎは型崩れしないように芯をつけたまま4等分にしても OK です。人参はまず3等分にして、こんな感じでなるべく形が揃うようにしてカットしてください。じゃがいもはきれいに洗ってから皮を普通に剥いてください。一度洗って水分を拭き取ります。で、あまり小さくしないようにしてください。
結構 2,3 センチの厚みですね。こんな感じに切ってください。キャベツも型崩れしないように芯をつけたままカットしても OK です。今回は芯を落としていますが、芯の部分から味が出るので芯は中に入れます。ネギはあらかじめ内側に砂が残らないようにきれいに洗ってからカットします。だいたい6等分ぐらいですね。でなるべく大きめの鍋を用意して鶏肉を入れます。この鍋に直径22センチぐらいですね、深めの鍋です。そして食塩を 8g だけ入れて軽く揉み込んでなじませます。水の中に直接入れるのではなくて揉み込むことで味を引き出しやすくしています。コンロに鍋をかけたら水をとりあえず1リットルだけ入れてください。沸いてきたら弱火にしてアクを取り除きます。この白いものですね、あまり取りすぎないようにしてください。で野菜を入れやすいようにするために肉を端に寄せます。まずキャベツを入れて、その後に残りの野菜を全部入れてください。でここでポイントです。煮る際は濁らないようにするために蓋をしないで煮込みます。蓋をすると濁りやすくなってしまいます。キャベツの芯も入れます。とネギですね、それと香辛料。これだとまだ浮いてる状態なので水をさらに 300cc 注ぎます。この時点ではまだ具の頭が出ている状態ですが大丈夫です。かさが減ってくるとちょうどいい感じになります。再び沸騰したらアクを取り除きます。軽く取る程度で大丈夫です。沸き加減は液面が静かに揺れる程度の火加減を保ってください。でポイント、弱火で15分間だけ煮てください。15分経ったら火を消します。そしてこのまま20分間放置して余熱で火を通します。時間が経過したらハーブ類を取り除きます。ネギとキャベツの芯も出します。ここで一度味見をしてください。この時点ではまだかなり味が薄く感じますが旨味成分はあります。この次の工程が料理の味を決めます。ちょっと面倒ですが別で小さい手鍋を用意してください。ポイントです。煮汁 900ml を 400ml まで煮詰めます。具材の方は冷めないように蓋をして放置。このくらいの沸き加減で煮詰めます。 400ml まで煮詰めたら火を止めます。鍋にこびりついた旨味をこそげ落としたら完成です。その中に塩を 4g 入れて溶かします。煮詰める作業を手を抜いてやらないと美味しくはなりませんので手抜きをしないように気をつけてください。
煮詰めた煮汁を具材の鍋に戻し入れます。中火にかけてください。鍋の縁周りが軽く沸いてきたら火を止めて完成です。さあ、この時点で味見をしてみてください。とても美味しいはずです。あとは盛り付けて完成です。盛り付けの後に大切なことを話しますので、このままもうしばらくご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と次の動画もぜひ見てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。